アリアン後の実物大模型欧州の宇宙開発は、1960年代初頭に、欧州宇宙研究機構、欧州ロケット開発機構がそれぞれ設立され、ヨーロッパロケットが打ち上げられたが、すべて失敗した。その経験をもとに欧州ロケット開発機構は、欧州宇宙研究機構と統合して、欧州宇宙機関が設立され、アリアン1が1979年12月に、 打ち上げられた。その後、各国の協力で開発が進められる。その後、商業打ち上げに注力して、現在では商業衛星の打ち上げで大きな市場占有率を占めるようになった。第二次世界大戦後、欧州各国は、それぞれ独自に宇宙開発を進めていた。欧州での第二次世界大戦終了直後にフランスは、 ロケット開発のためのフランス軍備研究局を創設して、部位にロケットの開発に携わった技術者たちの獲得に乗り出した。後にバイキングエンジンを開発したハインツブリュンゲルや、直軸受けを開発したヘルムート・ハーベルマンを含む30人のドイツ人技術者たちをベルノンに招聘し、弾道技術、航空力学研究所を創設。 自国の技術者たちによる新型ロケットの開発と並行して、ドイツ人技術者たちは V2 ロケットの発展型であるシュペル V-2 という新型ロケットの開発を進めた。1946年8月にこのグループはすでに後にアリアンドケットへと発展する液体推進系の開発に着手していた。1960年4月に イギリス政府は1955年以来、開発中で完成間近だった、ブルース・トリーク・ IRBM の開発計画を中止する決定をした。これを人工衛星打ち上げ用ロケットの一段目として使用する計画を立て、欧州各国に対して1トンの衛星を軌道に投入可能な能力を備えるロケットの開発を打診した。1962年3月20日に、 欧州宇宙研究機構、1962年3月29日に、ロンドンで欧州ロケット開発機構がそれぞれ設立された。欧州ロケット開発機構では、イギリスのブルーストリークをもとに第1弾、フランスの第2弾コラリーと第4弾パス、ドイツの第3弾アストリス、イタリアとベルギーのフェアリングと搭載する人工衛星。 オランダのテレメトリア、誘導制御装置等の伝送系を組み合わせた、厚生のヨーロッパロケットは、オーストラリアのウーメラから打ち上げる予定だった。しかし、各国の思惑が絡み合い、計画は難航してすべて打ち上げに失敗した。この経験をもとに、フランスの主導で、欧州ロケット開発機構は、欧州宇宙研究機構と統合して、欧州宇宙機関が設立され、 アリアン1ロケットが1979年12月に打ち上げられた。ヨーロッパロケットの開発と並行して各国は独自の宇宙開発を進め、フランスは1965年にディアマンロケットでアステリックス衛星を打ち上げた。イギリスは1971年にブラックアローロケットでプロスペロ衛星を打ち上げた。1970年代には西ドイツでオトラグの開発が進められたが、 政治的圧力により中止された。1980年代には欧州版スペースシャトルであるエルメスを開発していたが中止された。アリアン1、アリアン2、アリアン3、アリアン4、アリアン5が開発されて現在に至る。現在ではアリアン6が開発中。2005年1月19日、欧州宇宙機関とロシア宇宙庁は ギアナ宇宙センターからのソユーズ ST ロケットの打ち上げに合意した。赤道に近いため、ソユーズは3段目に依存して2.7トンから4.9トンの貨物を太陽動機軌道に運べるようになった。発射台の建設は2005年に始まり、2011年4月に完成した。ソユーズは通常バイコヌールなどでは水平の状態で燃料が装填されるが、ギアナでは、ギアナで、 一般的な垂直での燃料装填形式となっている。模擬打ち上げは2011年5月に行われ、ソユーズ2.1ビット STB の2011年10月21日の打ち上げでは、アリアン4の直径4メートルのフェアリングを備え、ガリレオ衛星を2機搭載していた。わずか2ヶ月前に、カザフスタンのバイコヌール宇宙基地から打ち上げられた、ソユーズ U は、 ブロックアイの RD-0110 エンジンが故障して搭載されていたプログレス M-12M 補給線は破壊された。これはこれまで80回の成功を収めていたソユーズ U とソユーズ FG の最初の失敗でソユーズは友人企画の唯一の宇宙船だったので国際宇宙ステーションに滞在する宇宙飛行士のローテーションに影響が出る可能性があった。 欧州の宇宙機関はほとんど同じソユーズ -2.1B が10月2日にロシアのグラネス即位衛星を軌道に無事に投入して胸を撫で下ろした。ソユーズ2.1ビットはブロックアイのエンジンをプログレスの失敗の原因だった RD-0110 から RD-0124 に変更した。推進剤の充填時に 燃料の配管がロケットに接続できない問題が生じたが欧州とロシアの共同チームは24時間で修復した。初の運用打ち上げは2011年10月21日に行われた。ありがとうございます。